こんにちは。こんにちは。センターシリアルのビデオ、第12回ですね。今日は、12回ここですね。はい。IoT ボタンオン Azure ということで始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。自己紹介。やります。一応定番なんでやって。ですね。はい、私は、ケキョっていう名前でやってますね。まあこんな感じの、まあ主にツイッター界隈で、つぶやいてます。ちょっとここ 1,2 ヶ月で本当ちょっと仕事が忙しくてあんまり活動的ではないんですけどまあいますのでよろしくお願いします。はい、まあこんな感じでやってますと、まあ主にドットネット関係の技術方面でつぶやいたりとか情報発信とかしてますね。C シャープ、F シャープ、IL とかメタプログラミングとか、まあそういうようなことをやってますと。よろしくお願いしますと。で、はい、私松岡です。まあ、基本的にはデバイス関係ですねをやっています。はい、はい、という感じで以上みたいな。以上、はい、ではい、ちなみにあれですね、松井さん、はい、最近仕事で忙しいということですけど、はいはいはい、だいたい毎週顔合わせてますよねなんだかんだでね。そうですね、そうですね。最近なんか先週はなんかただの飲み会その前何でしたっけ。先週は何だったっけな。なんかやりましたよね。なんかちょっと忘れちゃいましたね。なんか顔合わせましたね。ちょっとなんかスケジュール見てみようかな深掘りするとこじゃないですけど思い出せないなと。そうね、何やってたかもあんま覚えてないんだよ俺自分で先週はあれでもちょっと分かんないな。これなんかありましたね。はい、なんかああ分かった、ご飯食べに行ったんだ。まあ要するに飯食ってそうですね、そうですね、ご飯食べに行って、はい、ご飯食べに行って、はい、ビデオを撮る、ね、そうですね。なんで遊んでんじゃねえかいや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 、あれですね。ちなみにその先週そのねご飯食べに行った時って、はい、ね、確か11時ぐらいまで、ね、一緒にご飯食べに行って別れたんですけど、あの日の夜に、はい、あのビルドのライブがあったのって覚えてますか。はいはいはい、あったという事実は覚えてるあれ確か夜中の1時半ぐらいスタート、うん、あ、そうですね、うん、で、まあ、シアトルなんでね、大体そんな感じで、ね、で3時間ぐらい、はい、そのキーノートのライブがあったんですけど、ね、はい、ちなみに当然見てましたよね。さあ次行きましょうか FVP であるマジキいや本当にちょっともう本当に今辛いんです辛いんですわ。すいません。僕は帰ってからですね、まあ、ビール飲んで帰ったので、うん、頭痛いなと思いながら見てます。あ、すごい素晴らしい。ちょっとね最後まで見れない2時過ぎぐらいなんですかね。いや見てもいいけどね、その後ね3日か4日間ぐらいね死んでもいいね見てもいいかなと思ったりちょっと無理だなみたいななるほど、ね、はい、了解です。でそこからもうビルドは終わって、はいはい、まあ、徐々にビデオとかは、はい、ああそうなんですね、まあ、出始めている状況ですけど、はい、今この後ろにね投げてる、あ、ちょっとこう切り替えましょうか。これ今のビルドのあれですね、サイトですね。もともとあったんですね、申し込みページがもうなくなって、うん、もうなくなってね、僕は、うん、あれどこ行ったと思ってさっき探してたんですけどどうやらこれに なっちゃったみたいで、まあ、いきなりこんな感じでビデオが見れるようなこういうサイトになってますね、うんうんうん、コンテンツが徐々にアップロードされてるみたいな感じですね、はい、こんな感じでいろいろあったようです。まあツイッター界隈でもね、なんかリアルタイムでツイートしてた人たちもいるみたいで、うんうん、なんか聞こえてきたのは、なんだっけな、まあ僕がVS っていうかドットネット界隈なんで、インテリセンスが強力になった、AI コードで強力になった、コード、そう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 、うんうん、っていう話とか、まあそういう話は聞こえてきましたね。松岡さんはどうでした？
そうですね、まあ、僕最近まあ、デバイスとともに、IoTH のところもちょっとやっているの で、うんうん、でキーノートでも IoTH 使われたデモンストレーションが、はいはいはい、カスタムビジョンが、はい、IoTH で動くぞということで、うん、ラズパイで動かしてたなっていうのがあって、はい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 、ほうほうほうという感じですね。なるほど。もうすでに、そのキーノートのデモのソースは GitHub に上がっているので、うんはいはい、まあ、ちょっと試しで動かそうかな、動かし始めてるっていうちょっとことをやってますけど。なるほど。 IoTH も結構長いですよね、出てからね、最初の、ね、そうですね、あれ確か、うん、去年のビルドの時に、うん、は IoTH も出てますよね。あ、そうですね、はい、そういえばそうですね。で去年のビルドのその、IoTH 発表する前は、うん、IoT ゲートウェイっていう名前でやってたものだったんですけど、あ、そうだ、そう、ね、じゃあもう1年半ぐらい経ってんのかな、なんだかんだ、ね、そうですね。で去年のそのビルドでも、うん、そのストリームアナリティクスとか、はい、まあ、ML とか、はいはい、そういうその Azure 側のサービスがエッジで動くぞ、はいはいはい、でも1年間なかなか今なんかちょっとビ本当かとかねちょっと思っちゃったけどまあまあまあだったんですけど、はいはい、まあ、今回のビルドで、まあ、ようやくというか、はいはい、まあ、分かりやすいカスタムビジョンとか動かせるんです、本当に動くと何今のまま、まあ、ちなみにその、ですか、カスタムビジョンが今 IoTH で動きますよということで、はいはい、プレビューで、はい、もう通常のユーザーの方も使えるんですけど、で僕もやってみたんですけど、はい、まあ、どういう仕掛けかっていうと、うん、そのカスタムビジョンで、学習済みのものを、はい、エクスポートする機能があるんですけど、はい、そのエクスポートする機能の種類に、Docker ファイルっていうのが選べるようになったんですね、はいはいはい、なのでその Docker ファイルっていうのを選んでエクスポートすると、うん、まあ、Docker が動く環境であればそれを持ってきて起動することができると。はい、なので ML といっても リモートのラズパイの上でってことです。ですね、ラズパイはまだちょっと微妙だなと。ああ、そうなんですか。はい、あ、じゃあまあもうちょっと、インテルアーキテクチャ、ああ、そういうことですね。はい、例えば Ubuntu Linux とかであれば、はい、そのまま Docker ファイル持ち込んで起動すると、はいはい、まあ、もうちょっと細かく言うと、HTTP サーバーが立って、はいはい、HTTP サーバーに、まあ、カスタムビジョンなので画像を放り込むと、はい、結果が返ってくるというサーバーが、はいはい、まあ、お手軽に作れますと。うん、ほう、なんかあれですね、その先どういうふうにしていくのかみたいなのはちょっと興味があるかな。なんかまあ、要するにあれですね、今のあれだとそのどっカーのデプロイを半自動化できますみたいな、うんうんうん、そういう話ってことですよね。そうですね、そうですね。まあ、今後どんなふうになっていくのかっていうのはね、今まではその学習済みの実行を、うん、Azure のサーバー側で動かしていたものが、うん、まあ、手元で動かせるようになりました。デバイスへの接続はできるんですか、そのどっかのコンテナの中。ですね、今は、今そのカスタムビジョンのに関しては、うん、それのコンテナがHTTP サーバーになるので、うん、データを突っ込む別のものから送り込まなきゃいけないですね。ああ、なるほどね。で、結果をまたその別のものが受けたら、はいはい、橋渡しして、うん、橋渡し先が、IoT ハブであるとか、はい、まあ、もしくは MQTT さんの別の独自のものであるとか、うん、まあ、そういうことが可能だよと。今後どんな風になっていくのか。あ、そういえばなんか、うん、IoTH なんかいろいろ調べてるんですよね。個人的に調べてますね。あれは完全に個人的に、ね、別に仕事ってわけじゃなくて、はいはい、昼間はちょっと別のこと仕事でやって、はいはい、家に帰ってきてから家で IoTH やってるやってるんですけど、なるほど、はい、ちなみにさっきね、はい、出たそのラズパイ、やっぱりラズパイ、うん、ラズパイっていう話はまあよく聞くんですけど、はいはい、今家ではラズパイはほとんど使ってなくてですね、はいはいはい、アップボードっていうハードを使ってます。はい、まあ、ちょっと一時、IoTH どのハードウェアで動かすのがいいかなっていうので、いろいろ試したんですけど、はい、まあ、細かい話はちょっと割愛して。まあ、ざっくり言うとなんかインテルアーキテクチャのラズパイみたいな大きさのなんかボードってことですね。そうですね、シングルボードコンピューターで、うん、まあ、安定して動かせるもの何かなということで、うん、はい、いくつか試したんですけど、はいはい、まあ、今の時点ではアップボード最強だなみたいな。なるほどね。
ただまあやっぱり多くの方はラズパイ、うん、ラズパイ持ってるから、うん、まあそうですよね、まあ入手も楽ですね今となってはですけど、うん、ただまあ感覚的にはいやちょっとメモリーが小さいパソコンで開発するのはやっぱりしんどいんでみたいな、まあ言ってインテルアーキテクチャだったらね、なんか開発の時にはね合成のマシンでもあのそうですね、置いとけばいいわけで、まあその辺は融通が効くから楽ですよ、うんうん、なるほどね。なんで先ほどもちょっとうっていう感じだったのは、うん、あのカスタムビジョンの、うん、ドッカーファイルエクスポートが、はいはいはい、今は、インテルアーキテクチャでしか出ないので、うんうんうん、はい、でちょっと今ラズパイですぐはちょっと動かない、ただちょっと手を加えれば動くみたいですね。そうですか、はい、やってみたことあるんですか。今やってますね。あ、やってる。昨日からやってるところなんですけど、まあできそうだなって。あ、そうなんですか。おお、ね、できそうなのでもういいかな。うん、え、そうなんですか。できそうなの。僕なんかのなんかドッカーファイル書くっていうことはなんかベースにするイメージがあるじゃないですか。はい、それが変わるんですよね。はい、アーキテクチャ違うと。あ、そうですそうです。うん、あ、一番もこの話にあまり掘り込んでも今日タイトルと違うから、ね、まあまあまあ確かに。まあ、じゃあ一言あの140文字で言うとあ、簡単に言うとそのドッカー、うん、そのカスタムビジョンの、うん、ドッカーファイルエクスポートの場合ですね、はいはい、そのものによってちょっとまた状況が違う、うん、でそのカスタムビジョンのドッカーファイルエクスポートの場合は、うん、中では、Python、うんをベースにしたもので環境を作っていて、はいはい、そこにあの、はいはい、TensorFlow を付け足してるんです。はいはい、ああ、じゃあそこまでがなんか ARM 環境でもまあ同じような環境を作ればみたいな。ARM 環境でその Docker ファイルを動かすと、うんうん、あの TensorFlow を持ち込むところで、はいはい、パイピーのサーバーかな、はいはい、あの PRP で持ってくるところで、はいはい、エラーになっちゃう。あーその ARM アーキテクチャのが上がってない。うん、ただし、うん、開発側のサイトから、うん、直で取ってきて、はいはいはい、入れれば、うん、あのできると。あ、バイナリーはじゃあ ARM にはあるんですか。そうですね。あ、そうですね。なるほど。あ、まあもうちょっとってとこですね。はい、でそこはあのなんでそんなことが分かったかというと、うん、そのキーノートは、はい、あのラズパイで動かしていて、うんうん、でキーノートのコードも GitHub に公開されているので、はいはい、でそちらを確認すると、うん、あの直接あなっている、はい、なっていると。あ、なるほどね。はい、はい、分かりました。はい、あのすごいずれていきました、ね。大幅に、はい、大幅に。何の話でしたっけみたいなね。うん、何の話かというと、で一応キーノートは、まあ、大きく、うん、あのビジョンのキーノートと、はい、あのテクノロジーキーノートってこう2つに分かれていて、はいはい、で今日はあのビジョンキーノートで、はいはいはい、まあ、気になったところの、うん、話をできたらなと思っていたんですけど、はい、ちょっと松井さん忙しくてあまり見れてないっていうことだったので、はい、僕はね、いやいいですよ、僕だからあのあれですよ、あの全然事前知識なしであの指していくのであの受けてもらえれば一応そのビジョンキーノートはどうですか、うん、はい、これですかね、さっき教えてもらった、ね、と再生すると3時間半あるのでまあちょっと長いのでで、この中で、まあ、僕自身がもう完全に僕のこう独断と偏見な個人的なはいはいはい、はい、あれですけど、はい、気になったのはあの3つ、はい、ありました。はいはい、一つは、うん、Azure Sphere の発表がありました。はい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 、っていうかお仕事ね。お仕事ね。お仕事ですね。はい、そうです。Azure Sphere ね。はい、はい、スフィアね。はい、で実際まだあの発表はちょっと前にされてたんですけど、はい、どうやら会場では実物が置いてあって、はい、あのハンズオンというか実際触ってでもできたみたいです。うん、はい。で、あともう一つは、うん、今日話をしようと思ってる、はい、あの IoT ボタン。はい。はい、なんか、ホニャララダッシュみたいな。はい、物はね、これらしいですね。こう。ああ、これちょっとすごく大きいように見えますけど、はい、まあ、ちっちゃい。ああ、物は小さい。はい。まあ、こんな感じのものがあるらしいですね。はい。これですと。はい、で、あと3つ目は、はい、あの今ちょっとも話しちゃった、はい、あのカスタムビジョンを、はい、ラズパイ、まあ、IoT Edge で動かす、はい。大きく3つがちょっとデバイス寄りに絡みそうなところ。はい、はい、はい。話題にありました、はいはい、じゃあまあ最初のそのビルドのこれですかね、これ今ちょうど、ここから喋りが入る
感じ。あ、そう、しゃべりのね音声の調整してないんでちゃんといけるかな。まあちょっとだけ、うん、流してみますね。あ、これ半径とか大丈夫か。大丈夫だよ、誰でも見れるしね。あの言われるね、あのそうまああの、YouTube ですね、はい、はい、あるので、はい、あの誰でも見れます。はい、ちょっと流します。 Device twin support so that you can actually query and update the configuration of any device even when the device is offline it comes back online and automatically updateAs a developer, it provides a great event-driven serverless programming model built on Azure Functions, that enables you to both ingest telemetry from any device, as well as interact and program it from the cloud. Since I bet many of you here have never built an IoT app before, you're probably wondering, okay, that sounds good, how easy is it to do? All I'd like to do is invite Jeff Collins on stage to show off, literally from scratch, how easy it is to build using Azure IoT Hub and our Azure Serverless Functions programming model.So here's Jeff. Thank you all very much, and thank you, Scott. All right, so I want to show you just how easy it is for every single developer to get started building applications across IoT and the cloud. And to do that, Scott has given me a challenge to build an IoT application from scratch, live in front of all of you now, in less than 5 minutes. And the application that I'm going to build is centered around this IoT button. Now, this is a very simple IoT device created by one of our partners. And how it works is that whenever somebody presses this button, it automatically wakes up, connects to Wi-Fi, and sends some data up into the cloud. Now, the application that I have to build centers around Twitter. So I'm showing here a Twitter account, hashtag Azure IoT demo if you want to follow along. And what I need to build is an application so that if you're at the conference and you see this button, or buttons just like it, and you see something awesome, that you can press this button and let the world know through a tweet that something awesome is happening and where they can go to check it out. All right, so with that, let's start the clock and see what we can do. All right, the first part of this application is how these devices securely connect to the cloud. And for that, I'm in my Azure portal, and I can create a brand new IoT Hub. IoT Hub is an all-in-one service in Azure that allows me to connect, configure, manage, and monitor all of my IoT devices at massive scale. Now, I already have an IoT Hub in my subscription, so let's open it up here and see what it's doing. You'll notice that there's actually a number of devices already connected to this hub, and it's even been sending some data throughout the day today. And I can come in here and drill into the devices that I've paired with this IoT Hub. And I want to point out right here at the top of this list, this is my IoT button in my hand. Now we need some calls to the button. So to do that, I'm going to come here to Visual Studio and create a brand new Azure Functions project. This will enable me to have serverless code run on demand to all of these IoT events. And serverless and IoT pair great together because as I continue to add more devices and data, my application automatically scales. So in this new project, let's go ahead and add a new function. You'll notice there's actually a number of triggers that I can use to start this code, but I'm just going to use this IoT Hub trigger right here, and let's associate it with my IoT Hub and my subscription. Now here's where I can write whatever code I want to run in response to events. And to prove this out, let's just change this line of code and have it say button pressed. And we'll click save here and click run. Now I'm going ahead now, and what's powerful with Azure Serverless is that I can actually run Azure Functions locally on my machine and debug it. In fact, I've gone ahead now and just pressed this button. And you'll notice that my function on my PC was able to securely connect to IoT Hub. See that trigger and run my code. In fact, just to prove it again, I'll press this button again, and you'll notice here we got another log message. So I can very easily debug and make sure my code is working before I deploy it. Now, there's two pieces of information that I care about for my application to work, and the first is the location of the device. And that's because I want to include that location in the tweet of where something awesome is happening. And the second thing that I want to know is the type of message that's being sent. As you notice, my IoT Hub is actually filled with a bunch of devices sending lots of data. And before I go and send a tweet, I actually want to make sure that the type is in fact equal to a button pressed. All right, we've written about 6 lines of code here. This is where I know I need to post a tweet. But I've only got about 2 minutes left. There is no way that I can look up the Twitter API and figure out how the crap to grab an OAuth1 token in that amount of time. So instead, what I'm going to do is leverage another piece of Azure Serverless, which is Logic Apps. So I'm back here in the Azure portal, and here I can create serverless workflows. Now I'm going to add an action here, and what's powerful is that not only can I add other Azure functions that I've written, but there's over 200 connectors here,
out of the box to enable me to integrate with services like Cosmos DB, Cognitive Services, GitHub, Google Docs, the Microsoft Graph, even on-premises SAP. Now, this is incredible for me as a developer because this is all function code that I don't have to write. So that if I want my application to do something like post a tweet to Twitter, I just select the Twitter connector, say I want to post a tweet. I've got some text here ready to go. Let's paste this in. And we'll even pass in the location of that device. Microsoft Flow. All right, so that's all we need for the workflow. The last thing I need to do here is wire it up to my Azure function. So let's grab this URL here and write one last line of code. And if you think it's hard to write code when someone's looking over your shoulder, imagine doing it in front of thousands of people. That's okay. Make sure to make this awaitable. I'm going to add this. Click save, run, time. All right, we've got time to spare. Let's test this out now. I'm back here at Twitter. I'm going to go ahead now and press this button. That Azure function has kicked off and triggered. It sent the location data to that Twitter connector. And when I click refresh here, you will see here now is a tweet sent to the world, letting them know that something awesome just happened here at Build. Thank you so much. Now, what's great here is this even includes a sample on GitHub so that if you go check out this tweet, you can build the same solution in a few minutes later today. And I was able to build this entire application. かぶりっぱなしでずっと最後までいっちゃったみたいな。これはあれですよね、その、まあ、ハードウェアから、はい、IT ハブに送って、ツイッターまで送るっていう開発が、うん、すごく素早くできるっていうデモンストレーションで、はい、IT ハブから、ファンクションズに行って、さっきなんですけど、ロジックアップでしたっけ、ロジックアップに行ってツイッターに投げるっていう流れでしたね。はいはい、ちょっと不思議なのがあれですよね、うん、IoT ボタンとが投げてる IoT ハブ、うん、はい、まあ、逆ですかね、この IoT ハブにこのボタンから投げるっていう、その紐付けって一体どこでやってるのかみたいなのが、うん、実はこの、キーノートの中ではちょっと出てきていないという疑問が、はいはい、うん、まあ、一からやってると、うん、そう、まあ、IoT ハブのデバイス作るところはね、うん、画面がちらっと出てたんですけどね、はい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 、そうですね、うん、なるほど、はい、という、あのボタンは、さっきちょっと見てもらったんですけど、これですね、そうですね、うん、こう、こいつで、で、ボタンが1個あるだけですかね。あとインディケーターがあるのかな。うん、ぽい、ぽいですね。ぽいですね。いきなりソースコードあった GitHub ですよ。なんか製品で、今日は今からはですね、はい、この GitHub の中身をちょっと一緒に見ながら、はいはい、掘れたら面白いかなと思って。じゃあ行きましょうか。はい、来ましたよ。うん、で、で GitHub の中身を見ると、はいはい、あ、まずですね、一番最初にちょっと、うん、これもう私は中身ちょっと見てるんですけど、はいはい、中身がモチベーションというか、はい、一番最初のモチベーションはですね、はい、この IoT ボタン僕持ってないの、持ってないので、はい、何者かちょっとよくわかるんですけど、はいはい、こう中に回路図があるんですけどね、はい、回路図を見ると、はい、どうもその ESP8266 ソート、ちょっと違うやつなんですけど、はいはいはい、のものが、はい、入ってるっぽいと、はいはい、ってことは Wi-Fi だなと、ああそうですね、ってことは日本使えるのかな、あそうですね、ところが、そう8266って言ってもあのダブルルーム02ではないってことですかね、そうですよね、で、そう、あ、ちょっと後見ますけどね、はいはいはい、なので、うん、ちょっとその日本に既存のデバイスとか、はい、まあ、テレク取ったもので動かないかなっていうのをちょっと気になって、はい、まあ、見たと、あ、なるほど、はいはい、でじゃあちょっと回路図から見ますか。ああそうですね、で上の方にですね、はい、スケマティックス&レイアウトというですね。すね、切り替えますね。はい。はい、でここの、まあ、トップとか、はい、でここに PCB の、うん、レイアウトですね。基板のレイアウトがありますと。ああちょっとダウンロードしますね。はい、来ました。まあまあ全然チラ見でも、そう一緒小さいぞ。R プラスで、どこ行きます。
このね、PDF リーダー、ね。はいはいはい、ああ、来ましたね。で、これっぽいねと。はい、で、まあ、想像ですよ。はい。想像、このレイアウトから想像するんで、はいはい、まあ、これアンテナで、あ、そうですね、あ、これ映ってますかね、映ってますね、あ、大事ですよ、はい、あ、じゃあちょっと切り替えます、はい、はい、はい、まあ、ここがアンテナっぽいね、はい、そうですね、はい、で、ここがなんかチップだろうと、はいはい、で、ちょっと後ほど出てきますけど、はい、その ESP ソフトのチップだろうと、で、ここはなんかプログラム書き込み用のどうもピン、うん、はい、ヘタっぽいね、あ、なんかそうですね、はい、あと分かるのは、こここれがなんかボタンとこれ LED かしらみたいな雰囲気がまあ分かる、あ、はいはい、あ、なるほど、そうですね、このアンテナの形状とかもなんかどっかで見た感じだし、ね、ここになんか C が挟まってる感じとかね、こう、それからなんかこの標準的な 2.54 に対してこの大きさなんで、ああ、あれだよなみたいなあとこのパターンなので、うん、ESP8 に、あ、じゃあ、ダブルルーム02みたいに、はい、テレック通ったやつじゃなさそうだね。そうだね。まあ、この製品でテレック通ってるのかどうかとかはありました。なるほどね。はい、じゃあ、ちょっと戻って、はい、ちょっとこいつを通して、1個戻ってもらって、この回路図を見てみましょう。はい、スキマティックス、ね、はい。こっちももうダウンロードしちゃいます。でさっきのでこう想像した上でこれを見ると、はい、うん、まあ、よくわかりますと、はいはいはい、でここにはチップ名はちょっと書いてないんですけど、はい、まあ、なんかピンの名称からあなたなくあれかなみたいな、うんうん、そうですね、あります、うん、でアンテナが回って、はいはい、じゃあインプットのボタンはあってここにボタンがあります、はいはい、あとは LED が、はいはいはい、あれなんかアンテナ、アンテナはえらくスッキリしすぎのような気もするが、まあ、まあ、わかんない、もう、まあ、あとはスイッチがもう単純にデジタル IO ではなくて、はい、こう、で、これ電池ですね、はいはいはい、電源でレベルコンバーターが入る、はい、手前にスイッチが入っているので、はい、まあ、スイッチが押したら電源が入るみたいなこう構造になっているのかな、あ、なるほどね、あ、ディープスリープがあるかもしれないですね、はい、8266だと、まあ、ディープスリープというか本当に切ってるかもしれないですね、うん、このハードコースだと、ああ、ここでね、はい、うん、なるほど、その電源 IC でね、うん、はい、っていう感じがします、ほうほうほう、という、はい、まあこう、はい、よく見かける、はいはいはい、あ、電撃はちょっとあれですけど、うん、まあ、よく見かける構成だよねと、うん、じゃあ GitHub に戻ってもらって、はい、戻りますね、はい、もう一個上かな、うん、ちょっと下に、ちょっとですね、はい、で、じゃあこれ使い方の説明はどこにあるのかっていうと、うん、まあ、結構分かりにくくてですね、まず見ていただきたいのはこのインストール MD、うんうん、インストール MD、はい、これですね、はい、はい、でこれを見るとですね、うん、ここに、はい、8285という表記があります。でちょっと、他にも、うん、何箇所かドキュメントっぽいものを見て、はい、どうやら8285っぽいなというのが今思っているところ。8285って何なんですか、うん、よく8266しかしないそうですね、よく分かりました。なんでハードウェアはまあ この ESP シリーズだよね、うん、はい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 、まあ、かつ、うん、ここにですね、うん、あれ Python という表記、ね、あ、そうですね、まあ、これちょっと書き込むための Python、うんうん、で Python のツールを使って書き込みます、はいはい、とか分かりました、うんうん、はい、これでなんとなく雰囲気としては、うん、まあ、ARM 系のものではなくて、うん、まあ、ESP のものの、まあ、WM02 なのか32なのか持ち込んで、はい、うん、そこにこれをぶち込めば、まあ、動くかもしれないな、うん、はいはいはい、っていうのが想像できると、あ、なるほどね、うん、はい、ここまではあ、そう、ね、興味が湧いてきました。つまりですよ、うん、ESP、まあ、あのエクステンサの、あのアーキテクチャを持つ CPU の何かに移植できるんではなかろうか、そうですね、ということですね、まあ、もうちょっと言うなら、うん、まあ、あの日本国内で言うなら、まあ、テレク取ってた方がいいので、うん、なので、まあ、あのダブルルーム02だか32だかそういうのに移植できれば、そうすればいろいろ動かせる幅が広がるだろうということですね。うん、そうですね、うん、なるほどね。そして
具体的なターゲットが、そうですね、じゃあ中のソフトウェアがどうなってるのと、うん、でターゲットどうやって入れるのっていうところで、はいはい、ちょっと画面変えてもらってもいいですか。はい、じゃあ、はい、はい、で構成はですね大きく2つですね、うん、1つは、はい、このマイクロパイソン、うん、はい、これ中身の土台はマイクロパイソンでどうも作られていると、うんうん、はいはいはい、なのでマイクロパイソンを動かす環境を作って、うん、その上でここソースのところにある、はい、まあ、Python のコードが実際に動くプログラム、はい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 、こういう2段構え、うんうん、なるほど、うん、なってます。でマイクロパイソンの方は、うん、というと、まあ、一応バイナリーが置いてはあるんですけども、もともと配られている、ESP 用のマイクロパイソン、うん、にちょっとパッチが当たってて、かつ、このここに入ってるモジュールが、はいはい、まあ、マージされてるバイナリーのようですと。はじめから使えるようになってるってことですね、今のモジュールが、ね、そうですね、そうですね、うん、でその上で、こちらのソースですね、うん、を入れ込んで動かすと、うん、はあ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 、はい、これらは何をやってるんですかね。でここちょっとねまだあんまり細かくないんです、うん、はい、うん、なるほど。じゃあ、別のプラットフォームに移植するとなると、まあ、まず最初にマイクロパイソンを動くようにするっていうのが最初ですね。で、 すね、でも、うん、まあでもあれじゃないですか、 WM02 って移植されてるんじゃないですか。ちょっとあんまり詳しく知らないですけど、うーん、僕も詳しく知らないですけど、多分されてるはずですね、はい、うん、8266用のやつはあるので、はいはいはい、自分が深掘りするときにはそれを移植しようっていう話ではなくて、でじゃあ構成こうなので、うん、はいはい、マイクロパイソンをまず動かさないといけないですけど、うんうん、その上で、はい、この IoT ボタン用のプログラムを入れ込んで動かさないといけませんね、うんうん、というのと、その IoT ボタン用のプログラムは、うん、IoT ボタンのハードウェア依存の部分が回ると思うので、はい、そのハードウェアのギャップのところを埋めなきゃいけないんですね、はいはい、まあ、大体それが大きい3つぐらいのポイントがあると思います、うんうん、で1つ目の Python をまず入れてみようと、はい、マイクロパイソン入れてみようということで、はい、ここにあるですね、この YO ノードっていう、はい、あの技的 OK のやつ、はい、技的 OK で ESP8266 ですね、はいはいはい、WM02 と呼ばれているモジュールが載ってるやつですね、はいはい、これが、まあ、手元に、いっぱい転がっているのでなんでそんなにいっぱいあるんですかこれに、はい、マイクロパイソンをちょっとぶち込んでみました、はいはい、でぶち込んでみたのはですね、うん、まあ、先ほどあった、うん、この IoT ボタン用にちょっとカスタムされた、はいはい、このバイナリー、はい、そんなそのままつっ込めちゃうんです、はい、でそのまま突っ込んで、うん、そのまま動きましたっていうのが一応結論になりました。ちょっと待ってください。8235と、はい、8266が、はいはい、一体何が違うのかってことになると思うんですけど、そこでもう下調べ何もせずに、うん、とりあえず入れたら動いたっていう。いや、でもですよ、うん、でもなんかあのあれじゃないですか、外部デバイスというか、まあ、外部 IO がどうつながってるかとかは違うんじゃないです。じゃあさっき見て結局 LED と、うん、あの、まあ、スイッチのとこだけだったので、うん、まあなんかとりあえず入れてみてもいいかなと思って。あ、そういうことね、あの、とりあえず入れてみました、はい、入れたら、うん、あのそれっぽく Python のコンソールが、まあ、シリアルで出るので、シリアルでね、そこまでは、まあ、はい、まあそれはそうですよね、UART、まあ今 Python 入れただけなんで、うん、はい、マイクロパイソン入れただけなんでね、楽しい発掘ですね、うん、しかも荒っぽいですよね事前に調べずにとりあえず入れてみようみたいな、 なんか壊れはしなかったみたいな、はい、壊れてないように見えるみたいな、うん、っていうのが見れます。はいはい、はいはい、なるほど。でじゃあ、うん、じゃあってんで次に、はい、この、ソースを、はい、じゃあ入れなければいけませんね、うん、はい、まあ、ソースを入れるんですけど、はい、ちょっと私マイクロパイソンやったことがなくて、はい、実はソースの入れ方があまりよく分からなかった、はいはいはい、で分かんなくていろいろ調べていたんですけど、うん、どうも、うん、このバイナリー、先ほどのこのマイクロパイソンのバイナリーに、はい、
このソースがすでに入れたバイナリーっていうのがまたここにあってですね。ああ、そう別にね。はい、あそうちょっと名前が違うんですけど。はい、でこれはもう全部入りだと。あはい。テーマだよ。はい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 。ということで今度これを持ち込んでみますね。はい。ただどうもなんとなく動いてるみたいな。もう。だけど先ほども第1段階第2段階はまあちょっときちんとやってないですけど、まあ、何となくできているっぽいねと。じゃあ、はい、まあもし仮に動いてるとするなら、はい、結局はあとはスイッチと LED の処理さえどうにかすりゃいい。で3つ目のハードウェアの部分が今、うん、先ほどの電源の構成とか違うので、はいまあ、思うように動いてないし、はいまあ、ボタンもくっつってないので、はい、そこをなんかやらなきゃいけないよね、はい、というところに来て、そこでまあだいぶ満足感をなるほどね、はい、なんか変なのなんか変なのありました、ねうんはいはい、でじゃあ立ち戻ってですね、うん、まあその技的の話はね、はい、あの技的通ってるハードウェアでもこれ移植 し、まあ、しやすいんじゃないかと、はい、なんとなく動くぞというところまで見てるんですけど、はいはいはい、じゃあ IoT ハブに一体どうやってつながってるのか、うんうんうん、なんかさっきちらっとなんか MQTT パイとかありましたね。あ、うん、あれを使うんですよねきっとね。あの Python 全く分かんないですけど多分あれを使うんだろうなぐらいは、うん、モジュールの中にね、モジュールに、はいまあ、MQTT が、はい、あそうですねそうですね、はい、用意されていたり、うん、まあこれはあくまで、まあ、コアの部分ですよね、はいはい、で実際のアプリケーションの部分見ると、ブートコンフィグ気になるサストークンとか、ああしかもジェンってついてるじゃないですか。さらにですね、ここになんとなくこう、あえなんか設定っぽいぞみたいな、はいはい、ありますね。あ設定っぽいところにですね、DIP パスワード。あね、あ IoT デバイスネームっていうのがデバイスで、はい、あちょっとソース見てる見てたんですけど、はい、で接続先は、ね、左の方にあった気がします。どれかな、あこれかな、あ先頭のね IoT ハブってやつね、はいはいうんうん、なので、うん、まだちょっと確証はないんですけど、うん、あ実際にはもうちょっとソース見てはいるんですけど、はいはい、でもこのコンフィグ JSON に、うん、接続先の、IoT ハブの情報を書かなきゃいけない、うん、今書いてないですよね、うんはいはい、書かなきゃいけないっていうことみたいです。 なので俺用の IoT ボタンを、まあ、俺の IoT ハブにつなぐ IoT ボタンを作る場合には、うんうん、IoT ハブに作ったデバイスの、まあ、接続文字列をボタン側に先に入れ込まなきゃいけない。入れといて、でもこれあれですよね、さっきのなんか全部入りのイメージとかって、まあ、もうイメージとして作られてるか、まあ、あれを転送するだけなんだけど、あの中に入ってるってことは、はいまあ、要するにイメージがビルドできないといかんってことですね。あこのコンフィグ JSON もその中に含まれるんじゃないですか。いや、ね、イメージを入れると、うん、イメージに完全に埋め込まれているものと、うん、そのイメージ、なんですかね、ファイルの転送みたいな機能もあって、はいはいはい、その中に、そのコンフィグの JSON は中にファイルみたいな扱いで入ってるんですよ。はいはいはい、なんでそれを、全部入りのやつを入れた後に、そのファイルだけこう、はい、転送して書き換えることが可能なんですね。それはあれですね、なんか ESP の、なんでしたっけ、SSIFS とかいうやつ、はいはい、ESP にはフラッシュメモリがついてるんだけど、その一部をファイルシステム、単純なファイルシステムとして使えるっていう機能があって、うん、そこになんか専用のツールでアップロードしたり、うん、ダウンロードしたりできるっていう、あれですね、あれで、そこの領域に、その多分このコンフィグ JSON を置いたらいいんじゃないかみたいな話、うんうん、まあまあ、そうでしょうね。あとはそこの書き換えが、はい、今だとそのターミナルつないで、はい、ごそごそしないとファイルが置けないんですけど、まあですね、うん、そこがなんかその携帯電話からやれるとか、ウェブからやれるとか、なんかその辺の仕掛けがあるんじゃないかなとちょっと睨んでます。そうですね、なんか HTML とかあるしね。HTML が、ただこのページがですね、うん、ちょっとどうやったら出せるか分かんなくて。それソースコード 見たら分かりそうな気が。あでもいかんわ、そうだ、僕はいつも ESP の開発は Arduino でやっ
ってるんですよ、うん、だからそっち方面ならなんとなくわかるんだけど Python だとちょっとわかんない。で実際に動かしてみて、はい、なんか適当に URL 叩いたら、はい、なんかページ出るんじゃないかと思ってやったんですけど、はいはい、これさっきちょっとあった通りですね、うん、その電源が入るっていうのを使ってて、うんはいはい、でその反対側で、うん、ある一定時間動いたら自分が止まるっていう作りになってるんですね。なのでこう電源入れてうーって準備している間にあの、うん、ESP の電源が、うん、電源というかアプリが止まるって作業になってるみたいな。ちょっと適当な URL を叩いて探すっていうのもなかなかきついなと。ちょっと作りがどうなんだって気もするけど、まあ、今言われるようにソースからね追った方がね、うんまあ、ちょっと近道なんじゃないかなという、うんうん、なるほど。いかがでマイクロパイソン慣れをしてないので、そうそうそうですね、ちょっと環境の使い勝手というか、なるほど。まあちょっと発表されて速取りで見てるのであれですけど、はいはいはい、まあちょっと時間が経てばね、はい、まあいろんな方が使い方のブログとかね、うん、まあ出てくると思うんですけど、ちょっと、ね、分かるようにというか、いつも、ね、分かるようにツイッターじゃないけどね、いつもファボっとくんですよちょっと後で終えるので、うんうん、なるほど。まあちょっと IoT ボタンに関しては、はい、まあもともとはその IoT ハブに、まあ、お手軽に使うデバイスとして、うんはいはいはい、まあ発表されたと思うんですけど、はいはい、なぜかちょっと興味が湧いてですね、こんなところ見てます。ああなるほど、わかりました。はい、なのでまあ今は YO ノードってハードウェアでやってるんですけど、はい、まあやっぱりこの先はその同じものを動かそうとすると、うん、まあ、基盤作らないといけないとか、うんうんはい、もうちょっと頑張ると外装作らなきゃいけないとかっていうかあるんですけど、御社扱うんじゃないですかそう、まあ、分かんないですけどね、はい、まあ、これはもう出てますからね。あ、もう物としては出てるんですよ。あれはなんか会場で発表があっただけだではなくて物として出てるんですかね。か会場でワークショップがあったみたいなので。あ、そうなんですか。あったのかな、分かんないですね、ごめんなさい。下の方になかったかな。下の方、あ、オーダーありますね。あ、じゃあもう売ってますね。38ユーロだそうですよ。じゃあちょっと10個ぐらいオーダーしてください。ああオーダーしてくれるんじゃないの。で忘れた頃にね、あのはいこれとか言って持ってくるんですよまたデバイスが増えた。ちょっとねこれはねちょっと技的がね、あっていう感じがするんですね。そうですね、はい、そうでしたね。そうね、あの噂によると、あの、うん、某ケケオさんという方がですね、はいはい、あの ESP で基盤を引いているっていう情報も得たりして、はいはい、ほう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 、誰ですかそれ。まあ、そういうふりではないんですけど、ね、あ、でもできればそのさっき今試してる YO ノード、はいはい、YO ノードに、うんはい、あの横丁にコネクタがついててスイッチを増やすことができるので、はいはい、まあ、それぐらいで対応できないかなと、はい、これですね。まあ、当然ファームを書き換えれば、ね、できると思うんですけど、ね、あ、これってこれはバッテリーですね。あ、これはバッテリーか、はい、あ、これがそうですね、グローブですね。そうですね、あのグローブ規格っていうのがあるんですけど、これYO ノードですね。でも大きさはこんな感じで非常に小さいんですけど、うん、まあちょっと、うんうん、まあでもまああれですよ、50円ぐらいだと思えばそんなもんでしょう。で、これが電源コネクタらしいです。で、これが、グローブコネクタと呼ばれているもので、まあ汎用的なこの IO をあの、まあ、コネクタも含めてあの、まあ、大体規格として成立させているってことですかね、うん。まあ、こんな感じでこの WIO ノードにはグローブコネクタが2つついているので、なんかこうつないで、ここにスイッチと LED をつければ、うん、まあ、なんちゃって IoT ボタン、うん、そうそうそう、できるってことですね。できるかな、うん、ただまあここまでやってだいぶ満足感が得られたのでもう飽きたのかこの情報を発信すればどなたがこうやっていただけるんじゃないですか。ああですね、あとは僕 Python よくわかるし最近 Python 書く機会多いんですよね。あ、そうですか。でその
はい、IoT パターンはこれなんですけど、はい、でこの後にさっきの動画の後に出てた、はい、その、うん、カスタムビジョン、うんうん、エッジで動かすの方も、はいはい、試してみてるんですけど、はい、あちらも中身が Python で書かれているので、はい、Python とあとエッジに関しては Docker ですね。Python と Docker の、 知識は必須だよなと、はいはい、ちょっと感じていますね。なるほどね、はい、そうですか。まあでもそんなに高度なことはやらなければ。ああまあそうかも。うん、いやーちょっとね、なんかこの自分がメインにしているやつと、それから仕事でやってるやつと、なんかもう頭がぐちゃぐちゃになって、もうどうしようかってなんですけど。まあなんか IoT ハブに、まあ、アルディの ID でもいいんだけど、まあなんかこうデータをポコポコ放り込めるなんか汎用的な、まあ、ボイラープレートになりそうな、そういうものがなんか作れたらいいなって気はちょっとしてるんですよね、うんうん、だからまあなんかこうこれの話はちょうどなんかそれに近しい話だし、まあマイクロソフトもまあ別に聞いたわけじゃないかわかんないけども、まあそういうとこ狙ってああいうボタンを、ああいうボタンで簡単に Azure でその収集できますよとボタンを押されたみたいなっていうところを狙ってきたんかなっていう気はしているんで、うん、まあなんか暇があれば試してみてもいいかな。冒頭に忙しいって言ってはい、わかりました。どうですかね皆さん、あの YO ノード10ドルです。10ドル売ってますワイオノードを、先ほどみたいにあのマイクロパイソン突っ込むとかっていうのはあまりやらないように、はいはい、いいじゃないちょっとイレギュラーなんですけど、そうなんかやりたいって人いるかも、まあ、オープンソースなんで、ああまあね、うん、そうそうそう、全然できますけど、うん、はい、はい、まあ私的にはね、このあの ESPWRoom02 ってあの国内でも簡単に手に入ります。あの Amazon でも売ってて安いんですよ。とにかくあの CPU でなんか Wi-Fi 使えるのになんかえらい安い、あの チップって言うとあれですけど、モジュールなんで、あれなの、ものすごく安いモジュールなんで使いやすいなという気はしています。なんで最近なんかちょっとよくこれを触ってる感じなんですけど、うんうん、まあ、ちょっとね、思ったところのね、ポイントはね、さっきのその IoT ハブにつなぐ設定をどうやって入れるかっていうところですよね。その SAS トークン。SAS トークン。あ、いや、接続文字列とかですね。ああ、それもあるし、そうですね。多分もう完全ノータッチ。先ほどのその IoT ハブにつながるサンプルコードが、うん、はい、例えば Arduino とか他のものでも用意されていたとしても、はい、うんうん、そのバックエンドやりたい方々って、うん、多分そのデバイスにプログラムを入れる方法からもちょっと大変だと疑いですね。みんな高望みしすぎなんですよ。買ってきてポンと使えるというところだと思うんですけど、まあ、その Wi-Fi の SSID 設定と、うんうん、あと IoT ハブのその接続文字列の設定、はい、ここをどうクリアするかっていうところが一つネックになるかな。そうですね。でさっきちらっと言ったようなその携帯のアシストアプリみたいなやつで、うんうん、もしくはウェブでピピッと設定できる、はいはい、Wi-Fi のアクセスポイントウェブ出てるとまたややこしい話になっちゃう。まあそう、うんうん、そう、それあるんですよね。そうなんですよね、うん、自分がホストじゃなくて自分があのそうそう、アクセスポイントそうなるか否かみたいなねっていうややこしい動きをしなきゃいけない、うん、あのアレクサっていうかあれもそうですね、エコーもなんか最初、まあ、もしくはどうなったんだこれとか思った。ちょっと携帯アプリと連動するんだったら、うん、あの ESP32 で BLE 側から突っ込むっていうのも一つアイデアだと思いますけど、あ、まあ、あの初期設定だけを任せていいっていうんだったら、なんかそれをやるためだけのサービスがなんか外部に立ち上がってるでもいいかもしれないけど、あ、でもアクセスポイントがね、 Wi-Fi の SSID が、ね、自分にならなくても最初があれか、うん、あ、だからその何でしたっけ簡単Wi-Fi 設定とかあるじゃないですか。EPS とかです。APS とかです。なんかありますね。ありますね。ありますね。あれが本当に普及していればっていうところあります。ありますね。はあ。ずっとそこに BLE っていうのはまあ一つありかなと思いますけどね。BLE がね、また分かん
ないですよね。それになんかツイッター界隈を見てると BLE やーって言ってる人たちが多いのでBLE そんなにダメなのかとか思っちゃうんだけど、それは身近な人がああそうっすかBLE イエーってマヨマヨ言ってんだよあそうですかそうなんですかって僕はやらないからわからないんだけど、はい、と思いました。はい、はい、なので、はい、ぜひ皆さんもソースを読んでみてください、はい、そうですね。まあなんかあれですね、このボタン自体もなんか手軽に入力入手できて試せるようになると本当はいいかなと思うんですけどね。まあ、まあ、そのバッテリックの問題も含めて、うんうん、そうすればね、なんかちょっと試してみようかみたいな感じで、なんか買って試せるし、その先なんか自分で一からその Azure に接続して IoT Hub 使いたいって思って、でもなんかそこの先につながると思うんで、まずはなんか最初にちゃんとつながるものがすぐ入手できるっていうのはなんか一番いいんじゃないかなっていう気は僕はしてますね。うん、敷居が下がるってこと。この領域でそのつながるまでが苦痛とかわからないのがあるので、つな、うん、がってるものが欲しいですね。そう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 。あれじゃないですか。難しいですね。御社の YO3G はそういう意味で言えば 楽ですね。そうですね。ちょっとそうですね。認証がね。ついでなんで、まあ、それは宣伝ってわけじゃないんですけど。いや、Wi-Fi 使わないのはね。うん、YO3G。YOLT っていうのがね、前あって、で、この間、その、まあ、次ってわけでもないんですけど、3G 通信ができる IoT デバイスということで、この YO3G っていうのが出たんですよね。シードさんから。で、いや、ソラコムさんから。ああ、まあそうですね。売ってるのはソラコムさんです。シードから買えるわけではなくて、ソラコムさん経由で買うんですけど、で、ソラコムさんって、まあ、ご存知の人もいると思うんですけど、LT 通信とか、3G の通信の、まあ、MVNO に相当するんですかね。なんか、まあ、SIM も売られていて、で、要するに、こう、IoT、で手軽に使えるそのバックエンドのサービスと一緒にこうサービスとして提供してる、まあ、そういう会社さんなんですけど、そこでこの新しい YO3G ソラコムエディションというこういうボードですけど、こういうのを新しく販売しましたと。でこれちょっと変わってて、まだ珍しいと思うんですけど、いい SIM が載ってるんですよね。良い SIM ではないです、うん言ってみたかったではなくてですね、乗りつっこいですではなくてですね、eSIM という嬉しい顔が映ってなかったですあ、よかったよかったいや何を言って皆さん SIM というとちっちゃいSIM カードですね、ああいうのを思い浮かべると思うんですけど、前の YOLT の方にはその SIM を差し込むスロットがあったんですよ。でもこれはもうスロットなくてですね、あるか SD カードはあるけど、まあ、それだけで SIM はもうそう SIM がないんですね。そうでオンボードでチップで乗ってるんですね、eSIM っていうんですけど、そいつにもうあらかじめその固有の ID が割り振られていて、でそれはまあソラコムさんのもうサービスに仮登録されてるんですね。なんでこのデバイスが届いて、まあとりあえず電源入れてですね、で通信可能な状態にして、で届きましたっていうのを管理画面でポチッと押すと、そうするともう通信可能になると。まあ SIM を入れる代わりにその電子的にその SIM が管理されてるみたいな、そういう感じですね。なんでまあ、SIM の入手とね、アクティベーションというか APN の設定とかあるにあるけど、まあ、皆さんそんなにもう一般的になってきたと思うんで、そんなに難しいとかいうことはないとは思うんですが、こっちはもっとさらに簡単で、もう購入画面があって、もうそこで購入した履歴も出てて、で、そこにアクティベートというボタンがあって、それをポチッと押すだけで、もう即通信できるようになる。ということで、そういう、なんていう使えるようにするまでの敷居がすごく低いっていう点では、なんか今ちょうど話題にしてた話で、詰まるところが少ないっていう感じですね。うん、なんで皆さん買いましょうみたいな。いやいや、これにあれですかね、IoT Hub に出てあげるソフトをプレインストール。でもなんか MQTT のサンプルプログラムありましたよね。
あ、なかったでしょ。いや、これは今刺されました。そうなんですか。いや、僕は YOLT はあるんです。あ、3G まだない。 YO3G は NTT のソフトがまだプロリクを待ちしてます。ああ、そうっすか。そうっすか。僕はね、MQTT の接続はまだやってなくて、そのさっき言った管理画面から 3G のアクティベートしたんだけど、そこから先まだ通信してない。通信するのが特徴なのに。ちょっとね、うん、そう、あの、ちょっといろいろ横道それで通信はしてないんですよね。、はい。まあ、MQTT はちょっとね、今難しいですけど、うん、あの、まあ、他のもの、はい、例えば、HTTPS とか、うん、はい、まあ、よくあるリストの、うんうん、はい、なんかはそのソラコムさんのサービスで UDP、TCP で投げたのを、はい、HTTPS に変換して、うん、はい、サーバー、あのバックエンドのサービスにつなぐっていうのがあるので、ですね、まあ、お手軽はお手軽ですね、はい、なるほどね。だからウェブ画面でのサービス側で、例えばこのデバイスと IoT Hub のデバイスと紐付ける設定をちょちょってやれば、つながるとかね。そう。なんかあれですね、まあ、これはまあソラコムさんのサービスなんで、ソラコムさんのサービスを使う上では、なんか管理画面だけでいろいろポチポチやるだけで、その接続に関するなんかいろいろめんどくさい部分は、まあ全部肩がつくみたいな。まあちょっと、例えば仮にこいつから Azure とかに接続しようと思うと、結局またあの、やれトークンがどうか、あ、大丈夫ですね、うん、大丈夫。それでソラコムサービスまですでにローンチしてて、はいはい、このデバイスから、ちょっとね、これ LT にしてもらっていいですか。ああ、いいですよ。はい、LT にくっつけてます。ああ、じゃあいいですよ、はい、これね、はい、IOLT がこういうやつですね。こっちは LT でシグナル刺さるモデルなんですけど、はいはい、まあ、見た目に似てるような感じなんですけど、はい、こっちの場合は、はい、MQTT の通信の、ソフトウェアが入っているので、はい、でここから認証処方なくていいです、はい、MQTT で投げると、はい、そのソラコムのサーバーが受け付けて、はい、その MQTT に IoT Hub の認証情報をくっつけて IoT Hub に投げるっていうサービスがあります、はいはい、そういうサービスがソラコムさんから提供されてるんですか、はいはい、あ、なるほどね。ソラコムファネルっていうものの機能でできるので、はいはいはい、それだと認証情報がデバイスに入れる必要なくて、はい、ソラコムのサービスに登録するっていう格好になりますね、はい、なるほど。まあ、今の例で言うと、こちら側ですね。こちら側にそのプリインストールされてるわけじゃないんです、うん、はい、はい。まあ、開発ボードですかね。だからここに、なんかつなぐスイッチと、うん、はい、なんか段ボールの箱と、はいはい、あとプリインストールされたパックで、はい、あの、YO、IoT ボタンって。ああ、そうですね。はい。いや、ボタンにするしては高い。いや、誰か作ろうとしてるようだなみたいな。まあ、まあいいんだけど。はい、そういう感じで。はい、そうですね。はい。はい、あ、ちなみになんか YO3G の方は、なんか、料金は、その SIM が縛られるんで、多分それデメリットだと感じる人もいるかもしれないですけど、確かね、結構安かったような気がする。なんかチラッとだけ見て、ああ高くないからまあいいかとか思ったんだけど、うん、し、なんか一時停止状態にできたはずで、停止にしとけばなんか料金かからないみたいな、うん、なんで、あの、それもね、その管理画面で、あの、ポチってやるだけで、あの、停止とか動かすとかできるんで、まあ趣味で使う場合でも、なんか使わないときはまとめとくみたいな、うん、そういうこともあのできると思います。はい、ちょっと脱線しましたけど、まあ、これあのグローブコネクタですね。こっちは、まあ、6個もついてるんですけど、グローブコネクタです。はい。じゃあ、まあ、ボタンの話としては、はい、ボタンの話じゃなかったけど、以上ですかね。ビルドはね、今、続々と、あの、ビデオが、あの、上がってるようなんで、あの、またいろんな発表が、細かいところでは、あると思いますので、まあ興味があればまたあのこのビルドのサイトからあの見てもらえるといいかなというふうに思いますね。はい、今日は以上ですかね。以上ですかね。はい、はい、じゃあそういうわけで、そうだそうだ、はい、何ですか。あと
そろそろそう、はい、センター CLR のリアルな会をちょっとやらないといけないですね。そろそろやらないといかんですね。前回いつやったの？前回は去年末、年末ですね。12月。あれ、12月。うん、あのドットネット600。あ、まあ、ちょっとね、はい、あの名称は、あのちょっとインパクト出したくて、ドットネット600とかにしましたけど。はい、ちょっといろんなところに協賛いただいて。はい、はいはい、そうですね。はい、まあ、あの、センター CLR の通常の、あの、本会って呼んでるんですけど、それ最近やってないんで、そろそろやろうかみたいな、あの、僕が思ってたというよりもですね、あの、みんなにそろそろやんないのみたいな言われて、ああ、はい、そうですか、やりたいですかみたいな。なんで、まあ、ちょっとまだ日程決めてないんですけど、まあ、あのそろそろやろうかなみたいな。そうですね、はい、まあ、最短でも今5月なので、うん、まあ、7月、7月か8月かってあたりじゃないですか ね、うん、そうですね、最短で言ってもね、うん、多分ね、秋口はね、ドットネット700やれとか言われてるしそう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 、でドットネット600は700なんかのドットネット600は去年12月にやったんですけど、ええ、12月結構みんな忙しい、うん、そうなんですよみたいで、うん、なので今年はその11月より前にやりたいなと思うところはありますね、うん、ってなるとあんまり日に近いと皆さんこうネタに困るっていうのがあるからなので、早めに発表、日にちだけ決めて発表だけしておいた方がいいかな。7月中になんかやれると、うん、で11月に600やれるかなみたいな。ここ2ヶ月ぐらい本当に忙しいですよ。もう何年くらい余裕なくってそれを発表していただく。ああ、はいはい、というわけで、うん、まあ、ちょっと、本会の方をね、あの考えているので、はい、ビデオ次回多分6月ぐらいだと思うので、はいはい、その時にはあ、そうですね、はい、告知ができるといいかなっていうところですね。あと忙しいって言ってるかもしれないとりあえず日にちだけ決めましたみたいな、まあ、そういうのもありかなと思ってんだけど、ね、うん、はい、日付駆動ちょっと予定を決めましょう。はいはいはい、はい、という、はい、ということで、はい、ありがとうございます。今回は、はい、じゃあ以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、さよなら。